おはようございます。朝6時半です。5時に目が覚めました。7時ぐらいかなと思ったら5時でびっくりしました。いや、やっぱり早起きは染みついてますね、体に。いや、すごくいい天気で、いや、なんか平日のこの時間に家にいるっていうのが不思議すぎてちょっとそわそわしてるんですけど、せっかく朝ゆっくりなので何かやってみたいなと思って朝ごはんをちゃんと作ろうと思いまして、これです。じゃーん、わかりますか、これホットサンドグリルです。そう、ホットサンドやってみたくて、普段私ご飯派なんですけどちょっと新しいことってことでホットサンドグリル先日家電量販店で買いました。これに挑戦したいと思います。きれい、おーチーズ。今日のホットサンドの材料なんですけど、こちらです。ほうれん草、ベーコン、卵、チーズ、バター。具をどうしようかすっごく悩んだんですけど、やっぱりとろーってなるために、まあ、モッツァレラチーズ、とろけるモッツァレラチーズ、これは欠かせない。で、大事なパン、いろいろ調べてたら8枚切りのこの薄さが具沢山のホットサンドにはよく合うって。ちょっと見てください、このね、ちょっと茶色い粒々が食物繊維だったり、なんか鉄分多く含んでるらしいです。ウィートブレッド、野菜も必要だなと思って、今回はほうれん草、ブロックのベーコン、これはちょっと厚めに切っていこうかなと思って、それをじゅわっと炒めて、最後にこの卵で半熟目玉を作って乗せてギュッとします。ざっくり切っていきます。これぐらいにしようか。あ、もうちょっと入れてもいいかな、ベーコン。いや、入れすぎか。よいしょ。もうちょっとあってもいいのかな。足す？足そっか。ベーコン足しちゃえ。ベーコンちょっと足しちゃいます。すごい厚切り。よし。あ、やりすぎかな。まあ、いっか。ベーコンは多い方が美味しいはず。よし、これでもう、いや、だいぶ厚切りだな、これ。やりすぎかな。閉まらないか。いやーどうかな。まあ、いっか。厚切りでいこう。 OK、 こんな感じです。ベーコンもかなり。ベーコンも結構油出るから少なめでいっか。じゃあまずベーコンとほうれん草を炒めます。じゃあベーコン入れちゃいます。あー、ベーコンのこの油がいい感じにほうれん草に染み込んでて、あー、おいしい。お酢が切れます。早速乗せていきますか。よし、じゃあこれで
取れたて。そう、このちょっとこのね、ホットサンドグリル、いろいろな種類あったんですけど、この真ん中に四角いのがあって、これちょっと出っ張ってるので、ここで一回プレスされるんです。だから具を入れても、たくさん入れても、ここで一回ギュッとなるから外から出てこないっていう。あ、そうだ、忘れてた、これ作らなきゃ。目玉焼き、このパンを乗せます。よし、あれ、パンの大きさ、これ大丈夫かな。あ、いいのか。え、なんかちょっと、あれあれ、ちょっとちっちゃいのか、このパン。なんかすごく余るんですけど、私、あれ、予想では、え、パンちっちゃい。え、こっち、嘘。え、こういうもんなのかな。え、この余白ははみ出た時用なのかな。あれ、なんかちっちゃいのかな、このパン。まあいっか、なんかちょうどこのちょうどこの中の四角い枠ぐらいの大きさ。まあいっか。よし、でまずじゃあチーズを乗せます。たっぷりめに。で、そこにこのさっき炒めましたほうれん草とベーコン入れます。え、大丈夫かな、これ、パンが小さいのかな。うん、よし。で、ここにこの目玉焼きを乗せますね。ちょっとこれ目玉焼きも大きすぎてちょっとはみ出るないいのかしら。ちょっと切ってこう乗せます。じゃあここにプルプルの卵を乗せます。うん、よし、乗せて、で最後にまたチーズをかけます。おいチーズ、よし。やっぱりね、チーズは大事ですよね。ちょっと私が今一つ不安なのは、このパンの大きさ。あれ、なんかだいぶ余ってるんですよ、ここが。いけるかな。よし、たっぷりめにチーズ入れて、でこれをかぶせます上に。はい、そして今こんな感じです。横から見るとだいぶ高さが出てるんですけど、これをここで合わせて、よいしょ、ほい、あ、よし。ではこれで閉じるんですけど、なんかこれ大丈夫かな、いけるかしら。ではいってらっしゃい。あーい、あー、でもちょっと待って、これちょっと難しいな。よし、では閉じます。いってらっしゃい。ゆっ、キュッとしました。よし、じゃあこれで焼きます。大丈夫かな。
んの大きさだけが心配。あ、私バター片方にだけはつけたけど片方につけるの忘れたな。こういうところなんだよな、本当に。うん、2つの食感を味わえるってことで。あった。どんぐらいなんだろう、ちょっと一回見たくない。中が見えないので、いい感じちょっと待って、想像以上にいい感じの色になってる。でもこれ一歩間違えればすぐ焦げてきちゃうから、気をつけなきゃ。じゃあここで火を止めよう。よし、さあ、重たい。開けます、いきます、せーの、オープン。おー、いい色。あ、取れない。あれ、ちょっと待って、すごい、いい色だ。よいしょ。なんでこんな取れないんだろう。嘘でしょ。あれ、よし、じゃあ切ろう。あ、すっごいカリ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 。見て、ちゃんとプレスされてる。あ、ちゃんと閉じてますよ。では、じゃあ切ります。せーの、うん、おー、チーズはとろった。お店。美味しそうすぎません？初めてにしては上出来。半熟。いやー、これは大成功。朝ごはんできました。このプレスされてる感じ、あー、よかった。なんかパンちっちゃいかと思ったら全然大丈夫でしたね。しっかり止まってる。ホットサンドにサラダ、ベビーリーフのサラダ、ヨーグルト、バナナといちごジャムを添えてます。それに種なしぶどう、紅茶です。おいしそう。いただきます。ジュワッとして美味しい。うん。詰まってる感じ。美味しい。うん。音がすごい。ここでプレスされるから全く漏れてないんですよ。いいの買った。じゃーん、完食。美味しかった。私がホットサンドを食べてる間にメルシーは恐竜を食べてます。実はインスタグラムでも朝のルーティンが見たいですという声をたくさんいただいて、なので今日は新しい朝のルーティンになりそうなホットサンドをお送りしました。
以上、フロム長島でした。チャンネル登録も、大事なとこで噛んだ。チャンネル登録もよろしくお願いします。